フィールディこと、レジナルド・クイン・シー・アー・ビッツは、アメリカ合衆国の演奏家。ニューメタルバンドのコーンのベーシストとして知られるほか、ハードロックバンドステルウェルのギタリストとして、活動している。コーンに加入する以前には、学友であり後に、コーンのギタリストとなるブライアン・ウェルチと共に、数々のバンドで演奏していた。高校を卒業すると二人は、同じくギタリストのジェームズ・シェイファー。 ドラマーのデイビッド・シルベリアと共に活動をカリフォルニア州のベーカーズ・フィールドからロサンゼルスに移した。アービッツはジェームズ・シーファーとデイビッド・シルベリアと共にオルタナティブメタルバンドイル APD を結成、音楽活動を継続できる程度の成功は収めたが、本格的な成功はボーカルのジョナ・サン・デイビスが加入し、コーンに改名してからのこととなった。 コーンのベーシスト兼作曲家として活動する傍ら、サイドプロジェクトとしてラップミュージックバンドフィールディズ・ドリームスで活動し、2002年にアルバムロックンロール・ギャングスターを発表した。さらに、インディーズ系ラッパーの旧ユニークとのプロジェクトとして、スティルウェルを展開、2011年5月10日にファーストアルバムとなるダートバッグを発表した。2009年3月10日には、 ジデン・オットザライフを発売しているロックンロールギャングスターフィールディエスドリームズオールミュージック2014年11月14日閲覧ダートバグスティルウェルオールミュージック2014年11月14日閲覧ガットザライフフィールディハードカバーハーパーコリンズ2014年11月14日閲覧ありがとうございます